使わない。チェック。あるんやったら喋ったね。喋らんでええわ。時間なくなる。時間なくなる。喋らんで。一曲少なくなる。出てます。出てる。Thank you.
る奈良フォーク村でのみ活動しておりまして、うん、嘘ですね。去年の5月の末に結成しまして、ブリーの地球をお出しするの2回目なんです。ドキドキしながら、それかもうここでこうやってお呼びいただいて、アニバーサリーを呼びいただいて、ドキドキしてて、めっちゃ盛り上がってたし、どうしようかな。最初ジンジャーエール頼んだんですけど、これじゃダメやなと思って、これじゃダメやなと思って、お酒飲んだら喉が渇いて、緊張でね、喉が渇いて、もっとハイボールももっと喉が渇いて、すごい舞い上がってます。ナイスアクション感。はい、もうちょっと次行きますね。未来へ出してくださってるんです。未来へ、キロロさんの歌わせていただきます。Thank you.
私の自己紹介だけちょっとするの忘れてたなと思って、ジュンナと申します。ジュンナちゃん、かわいい。ありがとうございます。普段はシャンソンを歌っておりまして、西宮とか宝塚とかの方が歌っていたりだいたいコンサートとかさせていただいたりして、こういったところで歌わせていただくことって本当ほとんど初めてなんで、ちょっとドキドキしております。っていうわけで、シャンソンっぽい曲をちょっとやったらなっていうので、モニさんからこの前お話いただいて、今ですね、ありがとうございました。この曲はゴンジさんから説明していただく方がいいと思うので、お願いします。この曲はね、あの曲なんですよ。あの曲ですか。日本ではね、加藤登紀子さんの100万本のバラ、でも実は原曲はこれラトビアの曲でね、マーラを与えたっていう曲で、何回かね、ラトビアっていう国は世界から侵略しされてた国です、歴史上で。ロシアから征服されの、ドイツから征服されので、で1980年からつい最近なんです、独立したの。まだ生まれてないです、私。私も。僕は天性やったかもしれませんね。で、それでマーラを与えたって。マーラを与えたっていうのは何か、マーラっていうのはね、女神さんのことなんですよ。それがマリアですわ。どうも聞いてたらマリアって聞こえるからね、ラトビア語で。で、マーラを与えたって。ね、ありがとうございます。要は、マーラっていうのは尊い命を与えた。ラトビアという国は作ってくれたけど、その幸せを与えの唯一忘れてしまった。で、自分の娘に対して、娘っていうのがラトビアという国で、娘に尊い命を与えたけど幸せを与えてくれなかった。そういう曲なんです。悲しい曲なんですわ。マーラは与えたって言ってますね。広大で言うと。で、みんなラトビア語知ってますよね。ああ、当然当然ですよ。知らん人とかおります？常識やね、ほんなら常識っすよね。ということで、頭ラトビア語やからハードル上げたの。なんちゃってラトビア語になっちゃって。行きましょうか。ラザニア語。ラザニアじゃない。
自分がそうやったように自分の娘にもやっぱり幸せを与えられなかったっていうすごい悲しい歌です。娘はそれを歌ってたっていう、次これですね。そうです。打って変わって次の曲はなんかアメリカの結婚式とかで使われる曲だそうで、ちょっと、ね、皆さんに気分が下がるのを上げてもっと思います。You raise me up so I can see.
Thank you.
気持ち以外のものをください。そんな言葉に限らず前切って200円です。ありがとうございました。抜きます。イエーイ。マイクどうしたらいいですか。